セーブル島セーブル島とは、大西洋カナダのノバスコシア州南東沖180キロの大西洋に浮かぶカナダ領の島。セーブルはフランス語で、砂の意味。ノバスコシア州南端にあり、カナダの最南端でもある、ケープセーブル島と混同されるが、遠く離れた島である。長細い三日月型の形をしたサスの小島で、島の周囲はバンクになっている。島には野生化した馬がおり、 現在では、法律で手厚く保護されている。最終表記には、現在よりも、はるかに大きな島であったが、氷河期の終わりとともに海面が上昇して縮小した。島の固有種に飛べない、甲虫数種と淡水性の海面があり、セーブル島が大きな島だった頃に、島の生態系に適応し進化したと考えられている。灯台が島にあり、 最初に建てられた灯台は1801年である二人のポルトガル人探検家がセーブル島を発見したと主張している。一人はジョアン・アルバレス・ファグンデスで1520年から1521年の間に島を発見し、サンタクルスと名付けたと言われている。もう一人はマノエル・デ・バルセロスで1568年に彼と彼の父リエゴが島を発見し、 バルセロナデサン・バルダンと名付けたと主張していた。現在では、ファグンデスの主張が正しいと言われている。後に、フランス人も島を訪れるようになり、フランス語で、砂の島を意味するイルド・サーブルと呼ばれるようになった。フランス人の漁師は1539年に、島の近くの海域でタラの漁をしていた。1598年から1600年代には、 フランスのラローシュ伯爵が漁業と毛皮貿易をするために50人以上のフランス人を引き連れて島に入植しようとしたこともあったが、兵士の反乱などで殺されたりして失敗し、1790年代にイギリス政府が灯台を建設させるまでは無人島であった。1583年以来、セーブル島は大西洋の墓場と呼ばれ、 300隻以上の船が座礁し難破する場所であった。ありがとうございます。